はい、水口です。今日はですね、前からやりたかったこのリモアの、パイロットシリーズですね。これクラシックタイプになるのかな、この二輪タイプの、僕はもうこれ何年使ってるのかな、5年以上ですね。2011年に買った覚えがあるから7年経ってるのかな。まあいろんなところに行って、まあ、ステッカーだらけになってすごく活躍しているスーツケースなんですけど、このスーツケースの純正のタイヤはすでに外していて、こっちね、ここにタイヤがこうついてるじゃないですかね、こうタイヤがついてるんですけどね、ここがもうね、ちょっと周りが悪くなってタイヤを変えようと思ったんですよ。で、このタイヤを変えるときに、まあこれ動画で紹介したら面白いんじゃないかなと思っていて、やっとこのタイヤが揃ったんで、このタイヤを変えるところも紹介したいと思います。で、今回使う工具はこれです。で、この工具がすごく便利で、プラスとマイナスドライバーの他に、六角レンチ、ヘキサゴンかなと、これなんて言うんですかね、スターレンチって言うんですかね、ギザギザのやつです。これ何角形、6つの角が尖ってるタイプですね。それと三角形のやつもあります。要はいろんなこう先っちょが入っていて、まあ、この元のこの回し手につければそのネジを回せると。合計でね、 1,2,3,4,5,6 6つの、O と O になってるへこんだネジに使えるレンチですね。これ非常に重宝していて、まだ売ってるのかな、非常に便利です。これも5年ぐらいこれ使ってます。ここがこう起きてるでしょ、これが倒すときにここが倒れてしまうとピュッと立つみたいな感じですね。はい、まあ、レンチの説明ではないですけど、まずじゃあこの車輪を外すところからやりましょうか。車輪はね、ここは六角になってます。映るかな、ね、なるべくここも外すだけです。で、ここにワッシャーも入っているので気をつけて外してください。ね、簡単でしょ、外すのは簡単です。要はどういうパーツを使えばいいかっていうことを知っていればできる作業です、ね、でね、なんだろう、ちょうど自動になっちゃいましたね。うん、これインラインスケートのちょうど時計になりましたね。インラインスケートのこれホイールなんですけど、これ硬さがたくさんあって、まあ硬い方がいいですね。いろんな路面で行けるんで、舗装路用のやつをこれ使ってますけど、 85A という硬さで、ホイールの直径は76ミリですね。うん、ね、2つホイール。これホイールも今回変えようと。だいぶ劣化してしまって、色も変わっちゃったんですよね。最初これ透明だったんですけど、もう黄色っぽくなっていて、この、まあ、ゴムの部分もちょっと硬くなりすぎちゃってるんで、変えてあげようと。で、ベアリングが、おそらく、オイル切れしてるかなんかで回らない、あともうゴミも入ってると思うんで、まあ
このベアリングを使ってもいいんですけど、まあもう7年も使ったから変えちゃってもいいかなとね。でベアリングを再利用する場合はこういうこうクリーナーケースに入れて洗ってあげればいいと思うんです。ここにベアリングをこう入れて、まあパーツクリーナーとかをこう拭いてカシャカシャカシャってやるんですよ。ただ今回ね、この取り外したこのワッシャーは再利用しようと思っているので、これを洗いましょうかね。こうやって、まあラジコンカーとかね、まあリールのメンテを自分でやる人はこういうこの作業がおなじみかと思います、ね、黒くなってるわね。で、まあ、ウエスカなんかに出してやればいいですね。黒くなりましたね。ね、もうあっという間にこう綺麗になります。はい、でも交換は簡単ですね。これワッシャーがこう綺麗になって、これワッシャーはこのベアリングの外側につきます。まあ、今回買えるものはこの上でやろうかな。今回買えるものはホイール2個で、このワッシャー4つと軸にもなっているネジ2つは再利用ですね。でベアリングはね K2ILQ9というこれインラインスケートのベアリング、これ4つ必要ですね。1つのホイールに2つ必要なんですよね。ピント合わないな、難しいね。ピント合わせるのまたちっちゃいね。これ結構いいね。でこのベアリングの穴だとこの軸であるこのネジカパカパなんですよ。径が合わない。ベアリングのこの穴の方が大きいんで、このスペーサーが必要です。このスペーサー2つ、これアルミ製ですね。まあ、僕は真鍮製の方が好きなんですけど、真鍮製だと自分で作らなきゃいけないんで、今回はインラインスケートの既製品を使います。真鍮製だとね、削ってもらわなきゃいけないんですよ。自分で削ってもいいですけど、工作機械を借りなきゃいけないんで、ちょっと今回は端折りましたね。アルミのスペーサーでね、こういうの楽しいですよね。あれベアリングが4つ必要なんですよ。でベアリング4つで、ベアリングにこのオイルを挿しときます。まあ、どんなオイルでもいいですけど、このオイルは、まあ、回転しつつ、耐久性がある長く持つっていうタイプですね。このオイルをちょっとこうやって拭いて、それ塗りすぎちゃダメです、ちょっとだけね。まあちょっと舐めるぐらいな、これで舐めた感じですね。このベアリングの縁を舐めるようにちょっと塗っていく感じです。こうですね。はい、でちょっと回転を見てみると、やっぱり塗っただけで回転が変わるので、うん、ね、今回ちょっといいベアリング、またしばらくね、変えなくてもいいようにですね。
で、まあ、ホイールに装着していく方法は、まあ、一つベアリングをこう押し込んでつけます。はめるだけです。硬いですね、割と硬い。でこう一回はめるとね、もう外れないですよ。外すのが大変なんで、さっきのこのベアリングもちょっと外すのは大変なんで、もうこれは使い捨てというか破棄しようと思うんですけど、結構簡単ですね。終わりましたね。こんな感じね。で、この反対側からスペーサーをこう入れます。こんな感じですね。ね、で反対側このスペーサーを入れたところからもう一つベアリングを入れると。まあ、ちょっとウエスを当てていただきましょうか。で、つら位置になるようにちゃんとね。で、反対側ですね。ね、これ封入して、封入させておきましょう。あとはもうこう取り付けるだけですけど、問題はね、このワッシャーをこのホイールのここですね、こことここ外側につけなきゃいけないんですけど、このクリアランス、このクリアランスの部分に取り付けるのが割と難しいんですよ。ここっすね、ここがぴったりなんで、これがねちょっとやりづらいんですよね。だから1個目は、1個目やりましょうか。こう外側このホイールのこの外側はここでネジを通した時に1個だけこうはめて、でホイールをこううまく入れてやることはできるんですよ。問題はね、もう1個こっち側ですね。ここはつけました、こっち外側は。で今度はこっち側にもつけなきゃいけないんだけど、これが骨です。ね、これで通りました。こっち、で新しいホイールに変わったという感じですね。よし、おお、この回転です。オレンジホイールに変わりましたね。で、反対側もつけます。反対側ね。
時かな。で、熱心だけですね。はい。よし。これで完成。ね。オイルはこんな感じです。ね、全然変わったでしょ、雰囲気が。全然滑りちゃいますね。おお、全然違います、ね、横から見るとこのホイール変えるだけでこのスーツケースの印象が変わりますね。オレンジ、若々しいね。いや、ベアリングすごいですね、これ。全然変わりましたね。ちょっといいベアリング入れたんですよね。まあ、サイズは K2。 これ K2 っていうのはブランドかな。 K2ILQ9 っていうベアリングですね。で、ホイールは、アスファルトハード 85A。これ 85A っていうのが硬さですね、硬さで。ホイールの径は 76mm、 80mm までいけます。ちなみにで、僕は小径の方が好きなんで 76mm なんですけど、 80mm にして直進安定性を出してもいいかもしれないです。 76mm の方がこう引いててくるくるできます。これ自動車と一緒なんですけどね。だから17インチを履くか18インチを履くかで同じ車でも操作性が変わるのと一緒なんですけどね。よかったら試してください。今日はこのリモアのケースのホイール交換でした。そういうことでまた